世界をまたの勝負師ジュディ・マーチン、もう日本のリングにはおなじみの選手であります。レフリーがミスター核、まあ、今日は新しく日本にやってまいりましたね、レズリー・ピーターセンですか、はい、まあ、あの後ろの方にいるわけなんですけども、この選手なんかやはり十分、注意しなくちゃいけないです ね、ジャンボ堀としてはね。ジュディ・マーチンの妹分ですからね。あ、妹分ですもんね、はい。まあ、今日はあの放送には入りませんでしたけども、第2試合で大森ゆかり選手と対戦しております。この時は苦しい試合でしたが、ジュディ・マーチンに助けられております。したがって今度はお姉さんにね、助っ人をしてお返しをしたいというところでしょう。ジャンボ堀、十分気をつけてもらいたいところ。30分一本勝負が開始されました。早くも場外に落ちております。ジャンボ堀、降りてこい。ちょっと、おっと、本当に落ちまいりました。場外で、あ、追っかけっこをやっております。あー、これはどうしたか。あれあれ、あー、何かあの同心という感じになりました。これはうまかった。ジャンボ堀、そして上陸を捕まえて客席へ投げ込んでおります。さあ、こういった場外戦も非常にうまくなりました。ジャンボ堀、助けるつもりが逆になりました。さあ、こうなると怒ります。まだあのガウン脱いでなかったんでしょうか。そうですね、今ジュディ・マーチンがゆっくりと場外でガウンを脱ぎ捨てました。そして今リングに入ってまいります。さあ、ようやく試合が始まったんですね。まず前哨戦が場外でありました。それにしてもあの鈴木さん、はいはい、大きいでしょう、この2人。大きいです ね、もう本当にあの僕はジュディはもうあの何回か見てる。そうでしょう、はい、相変わらず元気いっぱいですね。元気いっぱいですね。なんかもう日本語がすっかり分かるみたいですね。そうなんですよ、降りてこい、この野郎と、すぐ降りました、はい、そうなんです十分知ってるんですよ。そうですね、下手なこと言えませんね、ここで、聞こえますよ。聞こえますね、何言ってもジュディ、ナイスファイター。そう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 優しく言ってかなきゃ、ジャンボ頑張れ。変なヤジを飛ばすとでも大変ですから。塩野さん、はい、試合とは離れますけれどもね、ジャンボ堀選手、近々ですね、写真集、一人だけの写真集を出すことになっています。あ、そうですか、はい、あの、はい、マイク岡田さんという方がですね、カメラが撮影しましてね。なるほど、来週中にもですね、ガムに行きまして、じっくり、いろんな角度から撮っていきます。まあ、あの女子プロレスラーも女の子ですからね、日吉麦さん、はい、自分の写真集なんてのはやはり嬉しいでしょうね。それからなかなかの美人ですね。あ、そうですか、喜びますよ、はい。エルボーで行きました。しかもあのディズニーマーチン、怖いのはちょっとあの爪なんかね、相当長く伸ばしてるような感じでね。そうですね、あれではね、なんか疲れたりするとね、一生懸命マニキュアつけてました、おしゃれはしてるんでしょうけど、ちょっと危ないですね。あ、爪なんか伸びてても違反ではないですか。まあ何やってもいいんでしょうけども、しかしあの自分で爪を割るってこともありますしね。そうですよね、はい。さあ、ボストンクラブの体制に入っている自身をグッとかけております。ミスター角も今日は大変です。本来これはですね、30分一本勝負でしてね、シングルマッチなんですけども、何かタッグマッチの様相を呈してまいりました。これですか、あのアキレス腱肩のっていう。そうですね、はあはあ、これはそう派手な技じゃありませんですけども、相当効くんだそうですね、かけられた選手が実際に本当に効くはい、だからあとはあんまり動けない。うん、そうらしいですね、鈍りますからね、はい。早くもアキレス腱固めに出ましたジャンボ堀であります。まあ、あの体が大きいといえば、南海ホークスのドカベン、人気のある香川選手がね、体が大きいんですけども、この香川選手とジャンボ堀っていうのはね、大の仲良しなんですよね。そうですね、ですからあの大阪府立体育館館なんか試合があって、香川選手暇ですとね、いつも応援に来てますよ。まあ、香川選手が来られないとお姉さんなんか来てましてね。そうそう、親戚付き合い、はい、そのうち結婚なんていうことも、そこまではいかないでしょうけどもね。まあ、とにかくあのプロ野球、それからプロレスリングとね、ジャンルは違ってもとってもあの気心が通じ合うというか仲がいいみたいですよ。スポーツ感動してるようですね、はい。
リングの中に入れました。足音の字にか、足音の字にか、ジャンボ堀足音の字であります。あーしかし大げさに苦しがってますね。気合を入れる方のこの若いディズニーも大変ですよ。そうです ね、放送席の前でね、ちょっとうるさいぐらいですね。本当にもう背中はねピンク色に染まっております。ジュディ・マーティン、さあ足音の字をかけられまして、いよいよ苦しそう。今ようやくロープの下、ロープレイコミスター革命しております。宮本さん、外人選手っていうのは例えばあのこういった足音の字とかですね、はい、コブラツイストとかギブアップ技に弱いということを言われてるんですが、そういうところはありますか。まあ、あーこちらこちら、あーっと2連勝のやつがいました。大きなディズニーマーティンが放送的であります。いやーあーっと危ない危ない危ない、ヒロシさん、はいはい、大丈夫ですよ。いやヒロミさん大丈夫ですか。そうです。いやヒロミさん助けてあげてくださいよ、すごい勢いで投げ飛ばされました。大丈夫かな、大きなディズニーマーティンの体が放送的に飛び込んでまいりました。放送席はもう一瞬にしてめちゃめちゃであります。清水さん大丈夫でしたか、ね、えあびっくりした、さっきも言いました。清水さんは逃げるの早い早い、大丈夫ですか、ね、え本当に怪我をした大変ですからね、十分気をつけてください。あっとまたの場外であります。またの場外、今度はお返しだ、今度はお返しであります。クディ・マーティン、あっとっとっと、黙っていませんでしたジュディ・マーティン、今度はお返し。うっかりこれもうあのゲストのヒロミスさんやねヒロシミさんに話もできませんでね、申し訳ありません、めちゃくちゃになりましてね。さあようやく試合の方はリング上に戻ってくれました。さあジュディ・マーティンが今セカンドロープに上がった、どうかどうか、ちょっとジャンバー危ない、いや今ラリアートですか、ラリアートです ね、空中ラリアート、さあ強烈、これは決まってます。そしてロープに振った、今度はどうなるか、とかわしたかわした、さあしかしキックで返して、いらっとこれは空振りであります。虚虚実実の試合が展開されております。桐生市民体育館、本当に肉弾相打つ、そういった感じの試合になってまいりました。まだ2人とも大きいですからね、大きいですね、迫力が違いますね、はい、迫力に感あふれる好試合を展開しております。さあ大森が上がった、大森ゆかりが上がった、さあスープラトンどういう風にいくか、今大森がジュディ・マーティンを抱え上げました。ジャンボ堀がトップロープからいった、これは強烈、フライングボディープレスカントが入っている、あっとデズリーが出ました。しかしこれは強かった。さあ頭突きヘッドバット、ジュディ・マーティンからだ、しかしなんとか反撃であります。いやー完全にもうね1対2ではありません、2対2、タッグマッチになっております。タッグマッチ、桐生市民体育館は大変です。お客様がね、今の若菜のタッグマッチは非常にいいわけですね、はい、あれは新入生ですからやっちゃいけませんけどね。そうですか、はい、あーっとまたこっちか、あーっと危ない危ない、あー投げ飛ばされました。カウントは法人であります。ミスター赤のカウントがついております。あーっとまたこちら、あまりエスカレートすると両者場外カウントアウトになると、今ジュディ・マーティンが上がろうとしている、大森が引き落としており、あーっとゴングであります。ジャンボが上がりましたが時すでに遅い、とうとう場外乱闘熱が入りすぎました。ゴングが鳴ってしまいました。ミスター角に今大森が抗議、ジャンボ堀抗議、しかし両者場外カウントアウト、やや場外戦に力が入りすぎましたね。依然としてジャンボ堀がミスター角に抗議してますけどもね、あっと今度はジュディ・マーティンが向こう側お客様に対して怒っております。最後まであれに